皆さんこんにちは。本日は第12回さようなら原発一斉人集会、それでもあなたは原発を選びますかにお越しいただきありがとうございます。私は本日司会を務めさせていただきます片岡京子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は要約日記を大阪府中都市庁南庁舎協会の皆様、手話を川西市手話サークル連絡会の皆様にご協力いただいています。まず最初に実行委員会を代表しまして難波紀美子がご挨拶させていただきます。今日は集会にお越しいただき本当にありがとうございます。福島事故が起きて12年半が過ぎました。原発は危険だとあの事故で世界中の人たちが再確認したはずです。ドイツでは今年脱原発を成し遂げました。なのに未だにこの国では9基の原発が動き、さらに12年前には動かす予定のなかった老朽原発さえも動かそうとしております。また新設さえも考えているような状態です。巨大な力によりもうあんな事故は起きない、原発は必要だというプロパガンダが作られてきています。プロパガンダを潰していく市民の力が今本当に必要です。政治に対する理論武装、本当の豊かさ幸せとは何か、未来にどんな地球を残していくのか、人間の現在に立ち戻り考えていきたいです。その一役を担えるように実行委員会メンバーで何度も話し合い今日を迎えました。充実した集会になり、そしてぜひ私たちの手で原発を成し遂げましょう。どうもありがとうございます。原発賠償兵庫訴訟弁護団副団長の福井進さんに原発賠償訴訟に真っ当な判決をと題してお話しいただきます。福井さんよろしくお願いいたします。皆さん、今日はどうぞよろしくお願いします。私、今ご紹介いただきました、福井でございます。よろしくお願いいたします。私は今日は、原発賠償訴訟という裁判で、副団長という立場にあります。来年3月の21日に判決が言い渡されます。それに先立って、ぜひ皆さんに応援をいただきたい、そういう思いで参りました。今日お手元の資料の中に、ポカポカ通信という支援団体の方で作ってくださっている、チラシがあるんですけれども、そこに小さく出ている更新をしている写真がありますが、それは、ちょっとタスキをつけているので、ここからちょっとタスキをつけさせてもらいます。少々何事も一人でできないということですね。はい、ありがとうございます。今カテリーヌさんの歌を聴いていて本当に心に染みましたし、一人でも多くの日本で生きる方々に聴いてもらいたい、とりわけ、私からすると、裁判官が
また最高裁の判事たちにぜひ聞いてもらいたいなという気持ちになりました。で最後に歌われたふるさとなんですけれども、実は、後で紹介します、昨年6月の最高裁判決に先立って、まあ、4つの裁判のうち、松山の四国の愛媛訴訟というのがあるんですが、その裁判の最高裁の弁論の、際に、弁護団の、野垣弁護士さんが最高裁の裁判官の前でカテリーヌさんと同じように伴奏をつけずにもう歌い切ったんですね。フルコーラス、最高裁の弁論で、まあ、あんな上手じゃなかったと思うんですけれども歌を、歌い切ってどうよくそんなことできましたねって後で聞いたんですけれども、自分たちの思いが一番伝わるのはそれじゃないかと思ったので、歌いましたと言ってました。私は判決が出る日まで勝訴を確信していただけに、残念だったんですけれども、今日はどこに問題があるかということを皆さんと共有したいと思います。ではお手元に、資料がありますので、そちらをご覧になりながらお話を聞いてください。私たちの兵庫訴訟ですが、2011年3月11日に原発事故が起きまして、それから2年半経った9月の30日に住民団体50人の方々が、まあ、原告となって、提訴に至りました。その後第2次提訴、第3次提訴と、いうことで100人近い方々が原告となって、これまで裁判が全く縁のなかった方々が勇気を振り絞って、当事者に名を連ねて、そして、戦いに来ました。今年の5月30日に神戸地裁の、裁判が48回の裁判期日を経て決審となりました。実は、この裁判官、辰巳裁判長をはじめとする3人なんですけれども、原告尋問、本人の方々の声を聞くという尋問の途中に、2度も、交代しているんですね。原告の生の声を聞く、その重要な機会を実は経ていない裁判官が判決を書くという異例な事態となっています。なぜそうなったのか分かりませんが、私は原告の生の声を聞いてほしかった。しかし調書というものを通じて聞くと、それを判断するということになったからには、やはり社会の後押し、一人一人の国民の声というものの応援がなくしては成り立たないと思っています。順番後席になりますが、お手元の資料の12ページに裁判長に宛てたはがき、まあ、手紙でも何でもいいんですけれども、その声を届けるというような活動を支援団体の方にしてくださっています。私もこの声、これが裁判記録になるわけではありませんし、それを裁判官の心証の中に加えるということはできないかもしれません。しかし世の中、社会が、一人一人の国民があなたが書く判決を見ていますよという力は、必ずあると思っています。このはがきは裁判長宛に、皆さんの一言書いてメッセージを送ってほしいと。できればそのメッセージをこちらに書いたらホームページの方に載せていただいたら、それをこんな声が届いてますよということで、ホームページでも紹介公開をしていきたいということでございますので、ご協力を最初にお願いしておきたいと思います。さてこの兵庫訴訟、何のために訴えたのかということを判決に先立って改めて見直してみました。訴状という訴え状の冒頭に5つの目的がありますと、書いてあります。手元の資料ですと1ページから2ページにかけての部分です。これは訴状の言葉そのまんまの部分で、です、この部分を書いたのは私なので、もう簡単にちょっとまとめさせてもらいたいと思います。まず1つ目は、国と東電がこの原発事故の
法的な責任の主体であるということをはっきりさせる。特に国の責任があるのは政治的な責任だとか道義的な責任ではなく法的な責任があるのだ。二つ目に東電が示している賠償基準、また原発紛争解決センターというところが出している中間指針という基準がありますが、これでは全然足らない。完全賠償をきっちりと果たしてもらいたい。三つ目ですが、こうしたことを通じて国に責任があるならば、責任の主体として多くの被害を受けた方々にきちんとした恒久的な保障制度を設ける、施策としてきちんとやるということを、認めさせるということです。4つ目に、こうしたことを通じて被爆の危険から避難する権利があるのだ。いいですか、この権利は福島の方々だけの権利ではなく、私たちももし例えば福井原発で事故が起こったとしたら、私たちの人権にもなるわけです。将来の国民住民のためにもこの人権をはっきりと認めさせたいということ。そして5つ目として、このような悲劇が二度とないようにきちんと原因を徹底解明して、そして惨事を繰り返さないようにしてほしい。今日ここにお越しの皆さんは当たり前のことではないかと思われるでしょうし、私も今もそう思っていますが、この当たり前のことからが本当に認められているのかということが訴えたいところです。原発の裁判では原告の方々が一人一人法廷に立ち、証言台の前で何十年生きてこられて、おそらく最初で最後になるだろうと法廷の場で陳述というのをなさいました。その声をいくつか紹介させていただきます。実際に語った言葉として、5つのポイントがあるんですが、1つ目は避難を余儀なくされた苦痛について質問を投げかけたところ、ある原告の方は原発の電源が喪失されたという情報が入って、それが大変だということで、その情報を聞いてから1時間ぐらい本当に緊急避難的に本当に何も持たずに出ました。またある方は次々に爆発していく原発の信じられないような映像を見てすごく怖くなりました。ある方はこれから先どうなっていくんだろうと不安で押し潰されそうになったと、語りました。また被爆による深刻な健康被害についてどんな不安がありますかという質問に対して、例えば子供が鼻血を出したとか、保育園幼稚園で外遊びができなくなったとか、子供にガラスバッジが配られたとか、甲状腺に異常が見つかったとか、土壌や空間に高い線量が計測されたとかという生々しい現実を話されました。避難先の生活、この兵庫に避難された方々がいろんな苦労を背負われました。ある方は避難先を探して転々とした生活を送った、職を失って国口を探す日々だった、普段の地で異なる文化、関西弁になかなか慣れないというお話もありましたし、いわれなき差別を受けた、過酷な経済的負担、幼い子や、親とも避難生活、さらに私たち原告一世代世代一人一人が、いやその家族はその人生をかけて毎日毎日必死で生きているという、悲鳴のような証言もありました。世帯分離で避難生活でどんな家族分断の苦労がありましたかという質問に対しては、生計のためには働かないといけないので私自身は福島に戻ることにしましたとか、娘の成長を主人と一緒に手を取り合って喜べないということは悲しかった、頼れる人助けてほしいと言える人がいなかった、そのこと自体とても孤独だったという声がありました。5つ目、ふるさとというものに対しての喪失や変容について、あなたの言葉でお話しくださいとおっしゃって申し上げたところ、夢も結局叶わなくなってしまった、家だって自分でいろいろこだわって建てたのにそれに住むこともできなくなった、
震災直後はもう生きていてもしょうがないんじゃないかという言葉を何度も口にされたというお答え、また事故前と同じ条件になるならば今すぐにでも戻りたいというお話もありました。こうした声は兵庫だけでなく全国で20の裁判所で、32件の集団訴訟が、展開されました。それぞれ、訴えておられます。今日この会場にも兄弟訴訟であります姉妹訴訟であります、京都訴訟の原告の方や関西訴訟大阪地裁での、裁判の原告の方などがお越しいただいています。どんな仲間なのかということを10ページ、11ページに、一覧表がありますので、また虫眼鏡があるときにでも見ていただいたらと思いますけれども、20の裁判所の中で4つの裁判が先行しておりました。で、先ほどのような声を、こうした声を、訴えた末に福島の、なりわい訴訟、群馬の、群馬訴訟、それから千葉訴訟、そして先ほどの愛媛訴訟の4訴訟が先行して最高裁判所にかかりました。で、最高裁には東電に対する件と国に対する件が別々に審議され、東電の請求は棄却されて、東電の敗訴が確定しましたが、国の責任と損害賠償については昨年6月17日に最高裁の大小法廷で判決が言い渡されたわけであります。最高裁の判決の、内容というのは本当にひどいものでありました。この判決は間違っていると、今日はっきりと申し上げていきたいと思いますが、これは私だけの件ではなく多くの研究者、学者、またこうした問題に取り組んでいる指揮者の方々や何よりもこの当事者の方々が声を強く大きく出しておっしゃっているところであります。お手元の資料の2ページのところにあります判決文のちょっと拾い読みをしますと、仮に本件長期評価を前提に規制権限を行使して国がその義務を履行していたとしても避けられなかった可能性が高い、本件事故と同様の事故が発生するに至っていた可能性もある、したがって国には国家賠償法上の損害賠償責任を負うということはできないと、こういうふうに書いてあります。簡単に言うと想定を超える津波が来たので国が何かをしたとしてもこの事故の発生を防ぐことができなかったんだ、だから国には責任がなかったんだよと。もっと簡単に言いましょう、どうせ勉強したところで合格なんかしないんだから勉強なんかしなくたっていいじゃないかっていうようなことです。おそらく最高裁の裁判官たちも自分の子供がそんなこと言ったらバカなこと言うなと頑張って言うはずなんですが、そういったどうせやってもしょうがないんだからやんなくていいんじゃないと、このような判決でございます。この判決が間違っているということを実は裁判所自身がして公にしています。例えばこの判決から約1ヶ月後の2022年7月13日に東京地方裁判所の東電株主訴訟、株主代表訴訟がありまして、皆さんの記憶じゃないでしょうか、13兆円の損害賠償を認めると、これは当然役員たちに認める判決なんですが、中身は最高裁判所の真逆の内容でした。さらに結論としては最高裁と同じように請求国の責任を否定する内容だったんですが、今年の3月10日、311直前に仙台高等裁判所で出た判決があります。国の責任はないという結論なんですが、その判決文を読んでみると99.9% まで国に責任がありますということがずっと書いてあるんですね。なんて言うんでしょう、日本シリーズの最後の
試合の9回の裏でなんかフリー切れで逆転サヨナラ負けみたいなそんな内容の判決なんですけれども、この判決は、弁護士さんなんかはレジスタンス判決と呼んだりしています。後で紹介する後藤秀則さんは免受副敗判決、要はあなたの言ってることはこんなにおかしいぞと一回反省してみろというようなことを書いたような判決でありました。今前に出ていますけれども最高裁判所の判決はいろんな問題がありますけれども決定的に3つの、判決の問題があると。一つ目はこの裁判十数年、長期評価というものをずっと、信頼性があるかないかということをやってきました。地震調査研究推進本部という国の機関が出した結論では福島県沖でも、津波が起こる、今回のような大きな津波が起こるというような可能性を示していたわけですが、それを認めるか認めないかということをずっとやってたのに、そのことについて触れない、よくあるパターンですが肩透かしなんです。そして大きな間違いというのは水密化の措置について、そのようなことをする必要性というものが、なかったと。津波対策というのは防潮堤が対策の基本なのであって水密化というものについては当時考えられてなかったというようなことを言っています。このような事実認定は地裁高裁レベルでは全く、認定されていません。最高裁が突然に言い出した誤判であります。これは、本来最高裁は法律審にあって事実に、認定するか事実認定するかどうかというのは下級審の役割なわけですが、これを無視したという意味で民事訴訟法の321条1項に反していると。ちょっと法律を勉強しろよとこういう内容です。そして万が一にも原発の事故というのは起きてはならないというようなことを伊方訴訟でずっと最高裁判決で守り続けてきた、この基準もさもなかったかのような内容になっています。私たちはこの内容を承服することができません。今日の資料の何ページですかね、3ページ以降にずらずらずらっと長い準備書類の冒頭、これ、今回私たちが出した最終準備書類、700、800ページなんですかね、これぐらいの厚さになるんですけど、その冒頭の部分で、書いたものなんですけれども、簡単に言うと、国は国策民営として原子力発電所を推進して東電ともに安全性を訴えて、しかし国は、唯一の規制機関だという責任感もなく、十分な知見を調査検討することなく無意無策で放置した、その結果原発事故が発生したのだ。この原発事故によって、原告たちはもう誰もが、これまで味わったことのないような途端の苦しみを味わい続けてきていると今もですね。この苦しみに対して国が責任を取らないで、どうして人権を守る最後の取り出と言えるんであろうかというようなことを、訴えて、おります。でこの判決に最高裁の希望がないのかというと決してそんなことはありません。あまりにも満喫な判決なので、間違いが明らかすぎるという、ことですね。もうそれを厳しく、追及しているのが三浦守反対意見であります。こちらも2ページから3ページのところに、書いて、大事なところをピックアップしておきましたが、3ページの冒頭のところですね、生存を基礎とする人格権は憲法が保障する最も重要な価値であり、これに対して重大な被害を広く及ぼし事業活動を行うものが極めて高度な安全性を確保する義務を負うとともに、国がその義務の適切な履行を確保するために必要な規制を行うことは当然であると。
この下りはいわゆる樋口判決、福井地裁で、差し止めを認めた樋口裁判官の2014年の5月の判決の下りを、まあ、踏襲したものだというふうに思います。そして最後は嫌味としては、思えないんですが、3ページの最後のところでしょうか、想定外という言葉によって全ての想定がなかったことになるものではない、保安院や東京電力が法令に従って真摯な検討を行っていれば適切な対応を取ることができ、それによって本件事故を回避できた可能性が高い、本件地震や本件津波の規模などにとらわれて問題を見失ってはならない、まあ、簡単に言えばアホちゃうかと書いてあるんです。でこれを、反対意見として堂々と書いておられる、これはやはりこの第二小法廷の中でそれなりの厳しい議論があったんであろうということを、想像させるものであります。ところが判決はあのような愚かな内容だったわけです。どうしてそうなるのか、いろんな分析があると思うんですが、皆さんもご存知かと思うんですけれども、最近、ここ9月に発刊された、後藤秀則さんの東京電力の変説という本があります。この中に私なるほどと、うなずく部分がありましたので紹介したいと思います。ちょっと手元の、からだと見にくいかもしれないのですが、この最高裁判所には4人の裁判官がいると、裁判所の長官が第二、小法廷に属しているので長官は除くんですね。そうすると残り4人で判決するということになります。2対2になると第5廷の方で判断するということになるので3対1か全員1かどっちかですね、はい、でこのような、法廷の中で検察官出身の三浦判事以外の3人は国の責任を否定したわけですけれども、実はこの菅野裁判長は6月22日の判決の後7月に、退官をしました。そして、もうあえて言います、天下った先が、まあ、5大ローファームと言われている日本で本当に数百人の弁護士が属しているうちの一つ長島王の常松法律事務所に顧問ということで今も登録先はこちらということで、まあ、移ったわけですね。この長島王の常松法律事務所というのは何をしている事務所なのかというと、東電の先ほどの株主代表訴訟の、事件の13兆円の事件の東電の代理人をしている事務所であります。さらにこの岡村和美判事という方はもともとこちらの事務所に登録し、でここの出身であちこちいろいろ法務所とかいろんなところを回って最終的に最高裁に行った出身先でもあるわけです。でここに出ている、横田裁判官なんですけれども、横田さんは実は原発の裁判で、滋賀原発訴訟ですね、あの井戸さんの差し止め判決がありましたが、あの、井戸裁判官の差し止め訴訟の最高裁で、まあ、差し止めを否定する判決を認めた裁判官でもあります。でこの長島法の法律事務所の他に西村朝日、法律事務所というところも東京電力の、関係の深い事務所でありまして、こちらの新川弁護士さんというのは実は、東電の社外取締役ということで東電の内側にいる人ですね。その方がパートナーとして属している事務所であり、で、この新川さんの夫夫婦なんですが、夫はいわゆる安倍内閣で原発の推進のに関連するところの、まあ、重責を担っていた方であります。
そして何よりも問題だと、私たちが見ているのはこの西村朝日に属している千葉克美さん弁護士でございます。この人はもともと最高裁判事だったんです。で、最高裁を辞めた後こちらの法律事務所に入りまして、で、何をしたのかというと、この原発訴訟について国には責任がないという意見書を弁護士の肩書きではなく元最高裁判事弁護士千葉克美という肩書きで出したんですね。中間指針で十分だからもうこれ以上払う必要がない、自主避難への賠償は相当因果関係を超えているから払う必要がない、長期評価は必ずしも信用できない。で、そんなことを言う千葉さんは原発の詳しいのかというと全くこれまで関わったことがない人なんですね。一言で言いますと最高裁の肩書きを使った権威付けだけのための意見書です。で、これが出た先が大小法廷なんですが、なぜ千葉さんの意見書をここに出したのかというと、この菅野裁判官の元上司が、千葉さんなんですね。最高裁で一緒に働いていた上司部下になります。で、こういう関係の中にいたところで最後ですが、この西村朝日法律事務所のパートナーだった、まあ、長年勤めていた人がいい、この草野さんなんですね。草野さんと岡村さんは弁護士出身なんですが、この長島温度から来た岡村さんと西村朝日から来た草野さん、さあどうでしょうか、これが公正な判決と、言えるんでしょうかということです。他にも、いろいろ公正さを疑わせる事情がいっぱいあるんですけれども、これ以上話すと本が売れなくなるので、皆さん今日は売ってませんけれども、また後藤さんの本を、ご覧になっていただきたいと思います。さて、今申し上げたようにこの判決がなぜ、ついでですけれどもね、この本にの出た後の事情としてさらに、最高裁判所のメンバーというのは入れ替わっています。で、長島法の出身の渡辺裁判官という方がまだ新たに、この裁判所の方に入っていたり、西村朝日出身の裁判官がまた新たに、ここに、違ったかな、失礼しました。長島法の出身の、裁判官が新たにまた一人入ったりして、どんどん、なんて言うんでしょうか、この巨大ローグワンがこの、最高裁を支配するというような構図が進んでいます。これを何とかしなければならないということを今日一つ投げかけていきたいと思います。さて、お手元の資料に戻りますと3ページ、最高裁判所の、問題に続いて私たち兵庫訴訟が注力した論点が3つあるということを最後に申し上げておきたいと思います。5の括弧1というところですが、最高裁判所の判決が出た後に高裁の判決がいくつかあるんですけれども、第一審の判決で本格的に第一審、最高裁判決出た後に、まあ、尋問までして実質審理をして最初に出る判決が私たちの判決だろうというふうに、まあ、考えています。ですから国の責任を認めさせるための大きな足がかり、責任を負っていると。そして2つ目に停戦領被爆、いわゆる内部被爆の問題に正面から向き合ったのは、まあ、この関西の3訴訟なんですけれども、その1つ目ということになります。時間がないので内部被爆の問題について、触れるのはたくさんでは出ないんですけれども、吸入や経口摂取や皮膚からの侵入ということによって、まあ、いわゆる万発性の障害、数十年後に現れるかもしれない健康被害に怯えながら、暮らしている人たち、この外部被曝のみで、問題を片付けようとしている国に対して、そうではないということを正面から認めさせたい。で、これ全く同じことが広島長崎の原爆訴訟の中で展開されてきました。同じことを繰り返してはいけない。今、原爆訴訟の方では内部被曝の被害が正面から認められるに至っています。また何十年も同じようなことを繰り返さない、愚かなことを、やめてほしいと、裁判所には言いたいと思っています。
また20ミリシーベルト、年間20ミリシーベルトというようなことはよく言われますけれども、これが単なる目安や基準ではないということは国自体も認めているところです。国の、まあ、1ミリシーベルト、年間の被曝線量の限度というのは、事故当時から今も何も変わっていないというようなことを私たちは訴えています。こうした状況に、見ますと、今なお避難を継続する相当性があるんだということを、ここで強調しておきたいと思います。私たち、こうして裁判を戦ってまいりましたけれども、原告の覚悟と、そして、弁護団たちが書いた汗もあるんですけれども、この裁判がここまで来れたのは、それを支えてくださった、多くの、支援者の、方々の力、もっと言えば世論の存在が欠かせません。今日の お手元に、資料などが入っていますけれども、このハガキの他に署名活動もしています。また1月20日には、こうした原発避難者の支援の活動に協力してくださってきた、俳優の斉藤智子さんに尼崎に来ていただいて、1月20日に集会いただきますので、もしよろしければ皆さんこちらにもご参加いただければと思っております。以上で私の話を終わります。どうもありがとうございました。ここで10分間の休憩に入ります。15時16分より再開いたします。